皆さんこんばんは。这里是 Holukin Inko です。今日はこの TK75 の照射テストをやります。では行きましょう。はい、まずは端桁のところを照らしてみます。これはロー、ミッド、ハイ、ターボです。ターボはとっても明るいですね。明るいです。ではあ、ここから端桁までは40メートルです。はい、はい、では次は鉄塔を照らしてみましょう。はい、ではまたターボで鉄塔を照らします。それもよく見えます。ここから鉄塔までは70メートルです。はっきり見えます。明るいです。はい、では次は水門を照らしてみましょう。はい、またターボで水門のところを照らしてみます。変わりました、さっき、はい、フェニックス TK75 は加熱防止のためにターボモードは約1分程度で自動的にハイモードに下がります。はい、すごいですね。今はハイモードです。はい、今は水門を照らしています。ここから水門までは140メートルです。大丈夫ですか。はい、このライトの形は花みたいです。はい、見えませんけど。はい、では歩きながら照らしてみます。とても明るいライトです。見えますか？見えます。